はい、皆さんこんにちは。マンゴーウェブデザイナーのマミーです。さて、今回は前回本当に一番初めからどのように WIX を登録するかをしました。で、今回は実際テンプレートを選んでどのように編集していくかというのを、簡単にお伝えしたいなと思っています。深掘りするともうキリがないというか、結構いろいろできていくのが WIX なんですけれども、逆にテンプレートを選んで画像を変えたりとか、こう文字を変えたりするだけで自分のウェブサイトにできるっていう、そういう簡単さっていうのも WIX の売りかなと思っています。はい。まず、画像をどう変えるかですね。画像変更。で、こちら。画像変更っていう形でアップ、ロード、ここを押すとですね、自分のパソコンからの画像がこちらにアップロードすることができます。例えば、もし画像がいいの持ってないなとか、今後写真を撮りたいけれども、とりあえず何か代用できないかなっていうときは、この WIX フリー素材というのがおすすめです。例えば、ここいろいろ、今すべてになってますけど、ジャンルでいろいろ見てもいいですし、ここに検索で日本とか入れてみて出てくるかな、出てきますね。もう何がいいのか私あれですけれども、お寿司にします。あ、美味しそう。私オーストラリアに住んでるのでね、こういうの見るとちょっと、あ、日本に帰りたいなって思っちゃいますね。はい、で簡単にこんな形で画像が変えることはできます。で、この画像も今このサイズになってますけど、クリックしてここの端をすると、こうちっちゃくなったり大きくなったりできます。で、ちなみにここにある点線あると思うんですけど、サイドに。ここの点線の間が980ピクセルと言いまして、一応どのパソコン、どの端末から見ても、この980ピクセル以内であれば見れる。っていう、基準の点線になります。なので、例えばですけど、iPad で見たときは、この枠内、iPad ちっちゃいので、画像が、画面が、980、この中に収めてないと、切れちゃいます。なので、ここの端の、お寿司のこの端の方は切れて見えちゃう。iPad とかでは。っていう形になってます。なので、このお寿司のこの端とかだと問題ないと思うんですけど、実はこの端の方も入れたい写真であれば、ちゃんとこう、980以内に収めれるように持ってきてください。で、今ちょっとピンクのセンター線が見えたんですけど、わかりますかね。これが一応この画像のセンターになりますので、ちゃんとこういうのを守ってフォローしていってください。ここ980以内に収まってます。じゃあ文字はどう変えるのということなんですけど、ここを一旦クリック。ダブルクリック、またはクリックしてテキスト編集すると全く同じこうテキスト設定の画面が出てきます。で、フォントをこちらから選んで、文字のサイズもここから変えてっていう形でできますね。で、太くしたり、斜めにしたり、アンダーバー入れたり、色を変えたり、バックの色を入れてみたり、あんまりこれはやらないかな。でも、使いたい方はお使いください。ちょっと黒に戻して。ここも本当にこう、入れるだけです。何にしますか。文字が簡単に変わりますね。はい。これもすべてテキストです。こう左上にこう出てくるの分かります？テキスト。これも写真。あ、アイコンか。アイコン変更ですね。で、これもでも画像で変えれますね。アイコン変更って何？っていうことなんですけど、これ通常時、何もしないときに見えているのがこれ。ホバー。ホバーというのは、
マウスを画像の上に当てたときに見える状態がホバー。クリックはクリックしたときに見える状態がクリック。ホバーとクリックは、何これ、白黒ですね、写真が。通常時はカラーっていうこの設定をしているので、まあ、要するにアイコンボタンというのは、この画像を公開の画面でクリックしたときに、リンクに飛ぶっていう形になります。で、そのリンク先の設定がここ。リンク先を選べます。今はどのページに飛ぶかっていうのをここで指定できます。今4番目のプロジェクトのページに飛んでくださいねっていう指示がここでされています。はい。なのでこれはただの写真じゃないですね。アイコンボタンっていう形でできますね。ちなみにこれいろいろこう設定すると、ここで保存。こまめに保存をしていってください。とりあえず、マイサイト。ドメインは後で決めることができますので、一旦中身を編集していきましょう。はい。で、プレビューすることができます。プレビューすると、さっきの点線とかも全部消えて、どのように見えるかっていうのがこう、見えますね。で、ホバー。はい、こういうことですね。写真が変わります。で、クリックすると、さっき言ってた違うページに飛びます。っていう形ですね。はい。編集したページ、ホームに戻ります。今回は簡単に画像の変更、文字の入れ方をお伝えしました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。